はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書1章の内容のテスト対策の動画やっていきます。で、今回最初はね、この5問やっていきますので、まずここで1回動画止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか、ちょっと不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は次の式を簡単にしなさい。ということで、まあ、展開をしていきます。まあ、括弧がない状態に綺麗に整理していくよっていう問題。で、まあ、ごちゃごちゃありますが、1番から行きましょう。で、途中いくつか技も紹介しながらやっていくんですが、まずこういう問題。これ普通に展開していきます。ここ。左側を展開して、右側を展開して、全部綺麗にあとまとめるっていう感じですね。じゃあ行きましょう。で、ここに関しては、展開の公式あるじゃないですか。で、展開の公式が不安な方は本編の展開っていうの中3ありますので、そっち見てみてください。ここはもう公式が使えること前提でやっていきますので。で、まずこいつ。これね、カッコの2乗なんで、展開すると、x の2乗プラス 10x プラス25です。で、ここですね。で、これは、カッコカッコをまず展開します。もちろん頭の中でできるだけでやってもいいんですけど、一応、安全に行くなら、マイナス2を先に書く。で、後ろのカッコの中に、こいつの展開したものを書きます。後でマイナス2を配る必要があるからね。で、こいつ、公式使うと、x2 乗プラス 5x プラス4とこうなります。で、さっき頭の中でやってることをやっていいよって言ったのは、展開したらこうだよね。で、マイナスに配る必要があるから、マイナス2を配ったものを書いちゃおうよってやれば1行簡単になりますよね。その分時間短縮できるんで。まあ、今回一応書いていくと、前のはね、そのまま書きます。書いて、マイナス2を配る。2x2 乗、マイナス 10x のマイナス8。で、あとはまとめていきます。簡単にしなさいっていうのは、計算できるところ、全部やっていく必要があるので、x2 乗とマイナス 2x2 乗で、マイナス x2 乗。10x とマイナス 10x で消えます。で、25とマイナス8で、プラス17となって、これで終了となります。まあ、最初はね、展開をして丁寧にまとめれば OK だよっていうやつ。で、2番も同じですね。まずここマイナスがあるんで書いておきます。で、後ろの括弧にこれ、展開したものを入れてください。で、これもですね、一応習った公式でいけます。一応それでやってみますね。あ、一応あれか。そのさ、2x のところを x にしたバージョン書いていいですか ?x プラス3と x マイナス1ですよね。で、これできるんですよ。公式覚えてる子なら。これすんなりいけます。ちょっとやりますよ。これって、x2 乗プラス 2x マイナス3ってこうなります。で、もちろんみんなの覚え方がどういう風に覚えてるかはわからないです。学校の先生、塾の先生、どう教えてるかはわからないんですけど、まあ、基本的に、このタイプ出てきたら最初 x2 乗なんだよね。で、ここに足したもの x。こいつとこいつ足したものプラス2だから、それに x つけます。後ろがかけたもの。プラス3とマイナス1をね。ってやるんですよ。で、足したもの x、後ろがかけたものみたいな。で、同じようにやっていこうとすると、最初はね、x のところが 2x になってるから、2x2 乗するから 4x2 乗って。ここはね、ミスらないんです。で、次なんです、問題が。これを足したもの、3とマイナス1だから2でしょ。足したもの x って覚えておくと、こういくんですよね。で、最後かけたものだから、こう。ってやってミスします。これはですね、このタイプを完全にがっつり慣れてないと、このミスが出る。最初ミスんないんですけどね、結構ね。で、何が違うかっていうと、これっていうのは、まあ、最初はね、この x の2乗でこうなるじゃないですか。だから今回は 2x の2乗で 4x 2乗なんですけど、後ろの足したもの x っていうのは、足したものの2。それに、こいつをかけるんです。だから 2x なの、今。で、今は2に 2x をかける必要があるから、ここは4になるんです。こうやって。これ気をつけてください。で、もし不安な方は、展開のいいところっていうのは、地道にやれば絶対展開できます。どういうことか。ちょっと動画長くなると思うけど許してね。こ
うじゃないですか。地道にやるっていうのは全部掛けします。2x と 2x、2x とマイナス1、プラス3と 2x、プラス3とマイナス1、4回です。かけると、2x、2x で 4x2 乗。これで、マイナス 2x、中でプラス 6x の個。これ計算したらこれなりますよね。多少時間はかかりますけど、多少で、ほんと少しだからさ。もし不安な方はこの全部掛け。まあ、自分が言ってるだけだけど、全部掛けはね。やって、安全に言ってください。で、後ろ。これはもう公式使うと、9x2 乗マイナス 6x プラス1乗近くね。こうなります。で、これも、前が x じゃなくて不安だなって思う方は、2乗っていうのは、同じものを2個かけてるって意味なので、同じように全部掛けやってください。そしたら解けますから、普通にね。もう困ったら全部掛けっす。あんま使っちゃダメだけどね、時間かかるからね。で、ちょっとここは省略します。マイナスを配ると、マイナス 4x2 乗。マイナス 4x、プラス3になりますね。これ配ると。それを頭で踏まえた上でこいつとくっつけると、マイナス4と9なんで、5x2 乗。マイナス4とマイナス6なんで、マイナス 10x。プラス3とプラス1なんで、プラス4。となって、これで終了です。さあ、長くなってますね。行きましょう。で、次ですね。で、次、ちゃんと技を使って解くやり方お伝えするんですが、実は、これ全部掛けやっても全然いけるんですよ。9回掛けるよ、9回。これ、x と x2 乗で x2 乗、x2 乗とマイナス 5x、x2 乗とプラス1っていうのを、あと、1、2、3、5x をね。1も、1、2、3って全部9回配ってまとめれば絶対答えいけるから。いい。それでやってもらっても構わないんだけど、これどういう風にやる、ちょっと技があってね、やるかっていうと、左の括弧と右の括弧で共通なものがあります。何かっていうと、x2 乗プラス1です。こっちもね、5x 似てるんですけど、これプラスとマイナスで違うんで。だから、x2 乗プラス1っていうのを、共通で、まあ、本当は置き換えた方がわかりやすいです。今度は置き換えて説明するんですけど、例えば、ラージ x とかって置きます。大文字の x、ラージ x ですね。そうすると、ここが x になるんで、ラージ x プラス 5x になりますね。こっちの括弧。で、右の括弧は、ラージ x マイナス 5x になります。置き換えるとね。そうすると、ちょっと文字がね、いつもと慣れてない感じにはなるんですが、これ、xx、5x、5x、同じパーツを使って、プラスマイナスだから、これ公式で、ラージ x の2乗、マイナス、25x の2乗にこうなります。これはこの公式使ってます。これね、xy パーツが一緒でプラスマイナス。違うときは、x2 乗、マイナス y2 乗です。公式ね。で、もちろんこれで答え止めちゃダメだよ。ラージ x っていうのは自分で置き換えただけなので、ちゃんと戻します、こっから。で、戻すと、ちょっと左行っていい？戻すと、x2 乗、プラス1か。の2乗ね、ここに戻しました。ごめんな、ノートがね。で、こうなります。で、左側の括弧、これは普通に公式使えば展開できますので、どこ行く？こっち、ちょっと変な方行くよ。これ2乗すると、まず x2 乗の2乗なんで、x4 乗になります。で、次がプラス 2x2 乗です。で、最後プラス1。それにマイナス 25x2 乗入ってるんかな？ギリだね。こうなります。で、x2 乗はくっつけることができるので、ちょっと、下の問題、失礼しますよ。イコール、x4 乗マイナス 23、x2 乗プラス1と。これで終了と、なります。で、これに関しては、さっきもね、言ったように、最初から全部掛けで攻めた方がやりやすいって子もいます。かかる時間もそこまで変わらないと思うので、ただ全部掛けは9回掛けるから、計算ミスだけ気をつけてください。ね、それ気をつけてもらえれば、そっちでも OK です。で、4番行きましょう。で、これがまあ、今回の中では難しいです。4、5は難しいんですけど、4番は、まあ、これもね、もちろん、2乗なんで、この括弧2個並べて全部掛けします。9回。こっちもここ、6回ですね、全部で。掛けて、全部きれいにまとめてもできる。
できるんですけど、こっちは時間かかりますね、これに関しては。で、これもあれと同じ技使います。で、共通なものを探すんです。どっか置き換えたいなっていう。で、今回どこ置き換えるかっていうと、いや、こっち、いいか。2A プラス 3B を置き換えます。これラージ X にしましょうか、じゃあ。と、置く。で、なんでこれ使うかっていうと、まずここにありますよね。2A プラス 3B。で、ここにもあるんですよ。2A プラス 3B。で、ここ、ちょっと見にくいんですけど、ここにもあるんです。なぜかっていうと、出しますね。これマイナスでくくると、マイナス 2A プラス 3B になります。この部分ね、青の部分。波線のところ。だから 2A プラス 3B めっちゃあるんだよ。じゃあそこ置き換えてみようかなってやってみる。そうすると、最初の括弧がマイナスでくくってるから、マイナスラージ X だよね。マイナスラージ X プラス C 括弧2乗です。で、マイナス、ここがラージ X。後ろの括弧は、括弧X、ここね、ラージ X、マイナス 2C となります。すっごいシンプルになるでしょ、置き換えたら。で、こっから公式使っていくと、これね、まず2乗すると、ラージ X の2乗、マイナス 2C ラージ X、プラス C の2乗です。で、後ろ、マイナス X 配ると、マイナスラージ X の2乗、プラス 2CX。となって、これね、見事なんですけど、ラージ X2 乗とラージ X2 乗で消えます。2CX、お前、マイナス 2CX と 2CX で消えます。残るの C の2乗だけなんです。で、C っていうのはもともと与えられてるから、これ答えで OK なの。もし、ラージ X が残っちゃったら、もう一回戻してください、最後。ラージ X は自分で置いたものなので、それを答えに書くことはできません。ただ戻す必要があるんですけど、これは C しか残らないんで、そう、これで OK という感じになります。まあ最初にも言ったように、全部書きしても解けます。自分やったから。解けるけど、これに関しては時間がかかる。全部書きすると。あとミスも出やすいと思うので、まあこういう風に置き換える。どこ、ね、どこ狙って置き換えようかなって探してみるといいです。長いやつはね。で、5番行きましょう。ちょっと空いたんでね、こっち飛ばします。5番ね。で、この5番はね、すごく有名で、自分が塾講師やってる時に、その地域のね、先生が定期テスト出したことを見たことあるんですけど、同じやつ。で、これは、もう、覚えてください。このタイプ。で、これね、ちょっと技があって、4つあるじゃないですか。4つからニコニコのコンビで展開していきます。どれか使うの。で、これどれ使うかっていうと、今回は最初と最後でコンビ組ませます。いい？マイナス1とマイナス4。で、ここを展開すると、まずね、まあ、公式です。x2 乗。マイナス、真ん中が足したもの x だから、マイナス 5x、後ろかけたもので4。だよね。で、次、真ん中の2個やると、x2 乗足したもの、マイナス 5x かけたものだから、プラス6ってこうなる。いい？最初と最後、ここコンビです。こっち。中のコンビでこうです。で、なんでこのコンビ使ったかっていうと、これね、3番とすごく似てるんですけど、x2 乗マイナス 5x が共通になります。さっきも言ったように足したもの x なんですよね。だから、マイナス1とマイナス4を足したら、あ、マイナス5だ。マイナス2とマイナス3足したらマイナス5だ。同じじゃん。じゃあそこのコンビでやってみようかなっていう感じでやるといい。で、こっからさっきと同じに置き換えてやったらできます。これと全く同じような感じでね。でも、さっき全部書きでもできるって話をしたから、こっちせっかくなんで全部書きでいきましょう。いいかな？あの、置き換えていいんだからね。いいんだけど。せっかくなんで。じゃあ、x2 乗と x2 乗かけて、x4 乗、これとこれで、マイナス。5x3 乗、これとこれで、プラス 6x。3回終了ね。次、マイナス 5x 配っていきます。マイナス 5x3 乗、プラス 25x2 乗、こうだから、マイナス 30x。これで6回目終了。もうよ。で、プラス4。配っていくと、プラス 4x2 乗のマイナス 20x プラス24ギリかな？はい。はい、これで9回終了です。で、あとはまとめていきます。で、4乗は1個しかないので、x4 乗使ったら消しましょうか。で、3乗はこことここ2箇所なんで、マイナス 10x3 乗使ったら切る。で、次2乗だね。こことここ。プラス、29。
x2 乗切りましょう。で、x が3個かな？マイナス50とプラス6だから、マイナス44か。44x 切りましょう。あとこれだけか。プラス24と。長いね、答えがね。これで終了となります。あれ、どっか間違ったかな？俺さっき解いたのと答えは違うんだけど。やらかしたかな？ちょっと待ってね。確認しまーす。4乗でしょ？マイナス 5x3 乗プラス6。やー、はい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 。やったー、ごめん、やらかした。こうだ。気づいてよかったけどさ、ごめんよ。まあ、こういうミスが出るから気をつけてね。ほんと、人に言えねえけど。他も確認しようか。4乗、3乗、2乗だもんね。で、マイナス 5x 配ってるから、3乗、2乗を 30x、ここ OK。4x、2乗、ここだけか。もう一回やっていい？これ4乗は1個しかないんだよ。OK。で、3乗が、ここと、これ変わってないもんね。で、OK か。で、2乗か。ここ変わったのか。プラス10だ。プラス35。で、こうか。で、ここがコンビで、マイナス 50x、プラス24で合ってるかな。やべ。さあ、さっきの俺とはどう？これで合ってる？ 35。OK！ ごめんなさい。最後普通にミスっちゃいましたけど。まあ、全部だけでも解くことはできます。で、さっきと3番と同じように、この部分、ラージ X って置いて解くこともできます。そう、こっちに関してはラージ X 置いた方が楽かなっていう気もするんですけど、まあ、どっちも好みでいけますので、まあ、こんな感じでぜひね、やってみてください。では、今回は中学校3年生の一章の単元のテスト対策動画やらせてもらいました。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。